サージョゼフ・バーンビーは、イングランドの作曲家、指揮者。バーンビーはヨークに生まれた。父は、オルガニストのトーマス・バーンビーである。バーンビーは7歳からヨーク大聖堂の聖歌隊に、入り、王立音楽アカデミーでは、チップリア,アーニ・ポッターとチャールズ・ルーカスの下で学んだ。バーンビーは1862年に、ロンドンのセント・アンドリュー教会のオルガニストとなり、 教会の礼拝の質を高めた。彼は1864年からバーンビー合唱団の指揮者となり、1871年にシャルルグノーの後を継いで就任したロイヤル・アルバート・ホール合唱協会の指揮者職は、その後この要ルまで務め上げた。彼は1875年にイートン・カレッジの先、勝者並びに音楽監督となり、1892年には、 ギルドホール音楽演劇学校の校長となった。同年7月には、ナイトに上されている。バーンビーの作品には、オラトリオ、レベッカ、ザ・ロード・イズ・キングや、多くの礼拝音楽、アンセム246曲の賛美歌、パートソング、およびパイプオルガンのための楽曲がある。バーンビーは、ロンドンの聴衆に対し、あまり知られていなかった、グノの宗教音楽を普及させるのに、 大きな貢献を行ったが、一方で、彼のオペラにはあまり実際的に共感を示していなかった。バーンビーは1884年にロイヤル・アルバート・ホールにおいて、ワーグナーのパルジファルの記念碑的な演奏会を組織した。1892年と1895年には、カーディフ音楽祭の式台に上がっている。バーンビーは、ロンドンで没し セントポール大聖堂で特別礼拝が行われた後、ウエストノーウッド墓地に葬られた。注釈。ありがとうございます。